取る拒否と言いますが、それ
という構造を取ります。そういうあんたのその通りして拒否を持つという。腕は開脚で手を腿の上に置き姿勢よく、鳥は拒否の姿勢で腰を整える。右を上げるのでいいぞ拒否。技が終わった後すぐに立ち上がらないので乱心という時間を残します。そしてもうこの技は終わったわけです。体はここで終わりで気持ち新たに、はい、そういうにてあったとそれをショートワイルド You should make a 斬新ではもう閉じてもう鳥の方を向いています。 So next 夢のうち受け上に turning towards the 鳥 directly 鳥の位置は挙手をした後どこに戻るか、階で立ったところよりも斜め一歩後ろへ下がったあたり。So to leave the position with his stay in the left rear corner, one step left rear corner. そうすると、階の時よりもこの距離が多少短くなります。So distance between Tori and Uke should be a lot shorter than the time. 次は夢のうちをご説明いたします。Next, 夢のうち。腰投げで投げようとするところまでは同じです。 same as the Thai try to throw the Tori with a 腰投げ同様に崩していきます。 the breaking balance is the same。 受けは今度はそのまま崩れないで左足を下げて抵抗します。 受けを resist、like a retreating left foot backward。 今足を下げました。これで、ロケットを捉えている瞬間であります。 resistance. そうすると鳥は向こうへ落とす相手を変えまして、この抵抗している力こっち向いてますから抵抗する、その力を利用するわけですが、その時の技術こちらが見えますね。腰に回した手これを擦り上げながらずっとこの肩甲骨右背部あたりまで。そうすると受けの左足は押されるので前に崩れまいとして両足つま先に体重が乗ります。これも崩れてるんです。これはもう捨て身技に投げられる瞬間ぐらいになります。はい、崩れた頃同時ぐらいに鳥は体を回して方向を変え、今度は横分かれという捨て身技でお願いします。 So about the resistance of the 受け鳥 to change the direction to take a balanceThen afterwards, throwing the uke with a yoko wakare. Uke はどこを通って受け身をしたでしょうか。この鳥の体の斜め張り腰に行きます。Uke will make a uke using the left hip over the left shoulder of the toy. と申しますのは、演技は大体この対角線上で行うという約束のことがあるからよろしいですね。And the regulation is always performance is like about 斬新を残して終わったわけです。 Now 斬新 is finished。 そしてまた気持ちを新たに次の技に出る。 Raising up という技をご説明します。ここに刀があると想定します。
Crossing hand about distance, one step distance. これは何もしなければ取られてしまいます。ここで少し技術を入れます。腰を少し引いて、腰を持つと、トーリーウィルアボイトにウケスウィルファースト。腰を引いて右足をわずかに右の方へ下げると、この受けは、これは何も触ってないのに、おっと崩れてしまう。この崩しの局面、相手に触らないで動作だけで、もう受けを崩すという大変な技術がこの局面に入っているんですね。ここをしっかり見ましょう。This pass that is just the toe is not touching, just like a putting a hip backward, right foot a little bit back, backward. So this is already okay, broken the balance. 崩れているともう力はほとんどないんです。So we cannot be make a strong move.